早期の復旧、この点についてご報告に参りました。こちらの方に、はい、大丈夫でしょうか。はい、まだ今の段階ではその今回の落下ということに関する原因が何であったのかまだわからない状況ではございますが、これだけ大きな事故を起こしたということを厳粛に受け止め、そして各方面から点検の在り方等のご指摘もいただいております。従いまして今の段階での安全性向上計画についてのご報告をさせていただきました。トンネルの復旧に関してでございますけれども、今朝現地とお話をいたしまして、今2月8日をめどにということで、これは上下線ともの全面復旧ということになろうと思っております。私の責任ということでのお話です。まず申し上げましたように、まずはご遺族の方に対する、あるいはお怪我をされた方に対する真摯な対応が第一だろうというふうに思っております。そしてご指示ありました安全性向上計画の3カ年計画、この作成、そしてほぼ目処はついておりますけれども、早期の安全な早期の復旧、これに全力を挙げることだというふうに考えております。アンカーの問題ですね。アンカーがどうなっているかということがやっぱり議論の中心になったと思います。アンカーの中でその引き抜き試験でその強度が低いなどですね、そういったような話も出ていましたけど、それについていかがですか。かなりばらつきがあるというご報告でしたね。引き抜き試験等の結果で、非常にばらつきの大きい結果が得られたと。これはなぜなのかということですね。で、空間的にもかなりばらつきがあるということですから、それがどうしてこういうことになったら、こういうその結果になったのかということをさらに検討していくということになると思います。これは非常に難しいと思いますね。